2インチ VTR、2インチ VTR とは、世界初の実用的なビデオテープレコーダーの企画である。4個のビデオヘッドにより記録再生を行ったことから、4ヘッド VTR、英語のクワドラプレックスからとも呼ばれる。テレビ放送開始当初から1インチ方式が普及する1980年頃まで、放送局で使用された VTR の主流だった。 2インチ VTR のテープは生産終了まで、一貫して大変高価で、世界的に見ても作品が保存されずに、テープが使い回されることが多々あった。2インチ5.08センチメートル幅のオープンリールのビデオテープに記録する VTR で当初は、軽自動車ほどの大きさがあり、トランジスタ化が進んだ最終モデルでも、ジムズクエ程度のサイズがあった。本方式は、 米国アンペックス社、アンペックスが1956年に発表したもので、1インチ方式が普及するまで、放送業務用、送信用の VTR として、世界中で広く使われた。当初は、モノクロームの記録再生のみで、1957年後半に、米国 RCA 社独自のカラー化改良により、カラーテレビ信号の記録再生が可能になり、すぐに、 b n BC で実用化された。1959年初め、アンペックス社は、RCA 社のそれとは別の新しいカラー、記録方式を開発。b RCA もこれに合意し、これが、カラー録画の標準フォーマット、後にローバンド記録方式と呼ばれるとなる。この VTR はすぐに、b n BC にて使用された。なお、前期の RCA 社が独自に開発したのは、 標準方式と違うために、この VTR での再生はできない。現在、RCA 社独自開発のカラー再生機は米国に2から3台程度あるのみである。その後、1964年には、ハイバンド記録方式が開発されたことにより、高画質化が実現し、この方式で映像を相互コピーしても、画質の劣化が以前のローバンド方式よりも非常に少なくなったため、 ある程度のコピー編集が実用化されるようになった。それまではテープの記録トラックに沿ってカッターで切り編集していたが、これは技術的に大変難しく手間もかかり、日本では一箇所繋ぐだけでも当時の値段で3万円と非常に高価だった。1971年にタイムベースコレクタが登場してからは本格的な電子編集が可能になり、 1972年には、スーパーハイバンド記録方式が開発され、画質が向上し、タイムコードの記録もできるようになった。日本では1958年4月28日に、当時の大阪テレビ放送、オットーブ、後に朝日放送へ、九州合併されるが、大阪本社、東京支社が、それぞれ一台ずつ導入したのが最初である。続いて、当時のラジオ、 東京テレビ、KRT、あとの TBS テレビが、同年5月29日に2台、在京局で、初めて導入した。オットーブ、KRT どもに、米アンテックス社製の白黒専用で、当時の価格で1台2500万円だった。以後、在京、在阪局を中心に順次導入が進んだ。また、カラー t r は、1959年11月中旬に、 日本テレビが、ベ RCA 社から一台購入したのが最初で、当時は、約三千数百万円したという。同局は、同 VTR を、翌月の3日からスタジオ収録と番組創出の、双方にて稼働を開始している。その後、1960年頃からは、芝電機、現、日立国際電機や日本電機でも国産化されるようになり、東芝も、 米アンペックス社と提携して1964年に合弁会社、東芝アンペックスを設立して、アンペックス社製のライセンス生産を国内にて行うようになった。なお同社は1982年9月、業績不振を理由に解散している。この2インチ VTR は、1980年頃に1インチ VTR が登場するまで、放送局の録画再生用の主力機器だった。 2インチ 50.8mm 幅のビデオテープをテープ移動方向に軸を持つ円筒面に磁性面を沿わせて走行させる。この円筒面と同軸に4個のビデオヘッドを90度期の放射状に取り付けたディスクを 4400rpm240hz で回転させる。 テープの円筒への巻き付け角度は90度強であり4個のヘッドを次々に切り替えることにより常時いずれかのヘッドがテープと接し、セグメント化した記録トラックを形成できる。テープ上下端への記録は不安定になることと、音声及びサーボ制御トラックを設けるため、実際の記録幅は約1.8インチほどとなっている。図2にテープ時制面から見た記録の配置の概念図を示す。 図の色分けは4個のヘッドがそれぞれ記録する分担を示す。音声トラックおよびコントロールトラックについては口述。NTSC 方式は60フィールド秒で記録するため、1フィールドを縦方向に16のセグメントに分けて記録することになる垂直ブランキング区間を含む。ヘッドとテープの相対速度は約秒速40メートルに達し、 1> 約1 3 m h z までの自家反転を記録できた。回転ヘッド機構は、大型のガイド、フィーメールガイド側から、真空ポンプを用いて、テープを吸引し、安定したヘッドとテープの接触を保つようになっていた。このヘッド機構は極めて精密な加工組み立て精度を、要する。摩耗したヘッドの交換は、精密な測定器を持つ工場で行う必要がある。ため、ユーザーは、 ヘッド機構単位で予備を持つのが普通だった。回転ヘッドの他に、テープをクり機構として供給、巻き取りリールメカニズム、キャプスタントピンチローラ機構、テープのたるみを抑えて、張力を安定させるためのテンションアーム機構、音声及びサーボ信号を記録するための固定ヘッド等を備えた。映像信号のような交代域、NTSC で、 数十ヘルツから4.2メガヘルツの情報を磁気記録するにはベースバンド信号のままでは困難である。これは磁気記録では記録する周波数に比例して記録再生出力が高くり、たとえイコライザ回路を使用してもフラットな周波数特性が得られないためである。このため認知 VTR の出現以前の VTR では他チャンネル記録方式 すなわち多数の固定ヘッドに信号を分割し一組のヘッドあたりの帯域を抑えようとしていた。しかし、アンペックス社の開発チームはビデオ信号を周波数変調してテープに記録する方式を発明した。FM 変調の周波数変異は初期のローバンド機で約4から6メガヘルツ、カラー用のハイバンド機は約7から10メガヘルツであり、 周波数特性はイコライザで保証することができた。なお、このアンペックス社の開発チームのリーダーは、チャールズ・ギンズバーグ、チャールズ・ギンズバーグだった。また、このチームにはまだ学生だった、ドルビー研究所の創設者レイドルビーが加わった。音声信号の記録は、オーディオテープレコーダーと同等の技術で、固定ヘッドで、テープの端部に、長手方向記録を行った。 ビデオ信号に同期したコントロール信号を記録するコントロールトラック音声トラックと同様な方式で記録し再生時にはコントロール信号をもとにキャプスタンの送り速度を制御するとともにカイヘッドとの同期を取り正しいタイミングでビデオヘッドが記録トラックをトレースできるような制御を行った。これらの交代域信号の記録技術及び成功な メカニズムの制御技術には真空管を用いた当時の電子回路としては特に高度なものだった。後に電子回路はトランジスタや集積回路で置き換えられたものの基本的な技術は変わることなく用いられた。しかもその後の1インチ VTR も信号処理やテープ走行制御の基本技術は本方式を次発展させたものであり、この技術が 先進的なものだったことを物語っている。アンペックスは基本特許を後半に取得したため、芝電機、現在の日立国際電機や NEC などの国内メーカーは自社生産を業ためライセンス料を支払って技術導入をしていた。一方、加減メーカーはアンペックスの特許にとらわれずに VTR を生産できるようにヘリカルスキャン方式の開発に注力し、 EIAJ 統一、I 型、3、4インチの有機核、U マチックなどを経て1、2インチのベータマックスや VHS を生み出した。装置は大型で重く、設置場所が限られた。環境変化にも敏感で、注意深く防塵、空調された環境を必要とした。装置そのものも高価である上に、機器のメンテナンス量も高く、テープ消費量も多く、 コストも膨大だった。1インチ時代以降の VTR で収録された番組の保存率が比較的高い NHK ですら2インチ時代では放送済みのテープは原則として映像を上書き消去した後他の番組の収録のために再利用しており1970年代以前の放送記録の多くが保存されていない理由の一つでもあった。 1960年代から NHK 番組に出演していたマリヨシコによれば、君たちの給料をギャラじゃ取り直しができないぞという趣旨の弁を制作スタッフから脅しのように言われ、一発取りが強制であり、他のタレントもこぼれ話で同様の弁を実解することがある。現在、NHK アーカイブスで放送される1970年代、中盤前後の番組の中には、 当時のテレビ番組を家庭用ビデオ、VHS、ベータ、ユーマチック等で録画したものをコレクションしていた番組の性関係者、出演者、視聴者から寄せられ映像補正された作品もかなりある。なお、若さトリズムという1965年のカラー番組については、奇跡的に局内で発見された2インチのカラービデオテープをもとに修復された素材第1回。 1965年10月16日放送が2006年に放送されたがこの2インチ VTR の再生に使われた NHK 放送博物館に置かれた局内唯一の再生機が2009年に設計寿命経過によ故障して使用不能となった1958年に日本で初めて2インチ VTR が使われ始めた時は録画再生用のテープは ベースリーエ m 社製、スコッチブランドの輸入品しかなく、1時間用のテープが、当時の値段で1本約100万円、現在の貨幣値に換算すると数倍マイナス10倍程度もした。その後、1964年に、初めて国産ビデオテープが、富士フィルムから発売され、翌年にはソニーからも、国産の銅テープが発売された。発売当初から、発売終了。 1980年頃まで1時間用のテープが1本約10万円もしたが、それでも米 3M 社製の輸入品の10分の1の値段となり輸入品に比してかなり安くなった。静止画やスローモーションの再生は原理上できなかった。1960年代までは本格的な電子編集が可能な機種は存在せず。 番組収録時は録画開始から終了までテープを回し続けなければならず、一シーンでも失敗すれば最初から撮り直しとなった。やむを得ず編集が必要な場合は、上司の決裁を仰いだ上でテープの記録部分をルーペで確認しながら、検討をつけてカミソリのハゲテープを切断して利合わせていた。ローバンド機時代はこれが唯一の編集方法であり、大まかなコピー編集は ハイワンキの登場を待たねばならなかった。このように当時の VTR は番組制作には生放送番組の同時収録以外には非常に使いにくく、業界では時代劇、刑事ドラマ、特撮作品などのドラマやドキュメンタリーなどを映画と同じくフィルム制作していた。また、報道やスポーツ関係の映像資料の保存にも、キネコで記録したフィルムが活用された。例えば、 1963年12月31日に放送された第14回 NHK 紅白歌合戦では映像の記録媒体としてフィルムが使われたという。この他にも NHK の新日本機構などはフィルム収録であったために当時の映像が多数現存している番組がある。なお民放局でも大半のつぼねでは認知時代の番組の VTR 映像は ごく小水しか保存されていないとされる、当時は消耗品ではなく、固定資産として扱われていたため、ビデオテープが課税対象とされ、節税のために廃棄するケースも多々あった。ただし、TBS やフジテレビなど一部のボネでは、生テープが高額であるのにもかかわらず、1977年、以前の番組の VTR 映像の放送記録を多数消去せずに保存していた。 ドラマ作品が中心だが、一部音楽番組やバラエティ番組などもあり、CS 放送での再放送や著名な俳優が、制御した際の追悼組などで見ることができる。認知 VTR を再生可能な機器は世界的に減少している。補修部品の供給も困難になりつつあり、テレビ番組のアーカイブ化を国際的に推進する機関である、フィアット・イフタでは、 2005年に発表した声明の中で映像資産継承のリスクの一つとして2インチ VTR の問題を指摘している。フィアット、イフタが2002年にまとめたところでは世界の主要な放送局が保有する2インチ VTR テープが約22万本存在するうち他フォーマットへの変換作業が終了しているのは約6割弱に過ぎない。残された2インチテープについても 経年劣化が進んでおり、機器の老朽化とともに映像の再生が困難になるリスクが増加している。2014年現在、日本で存在が確認されている日本製認知 VTR の実製品は以下の通り。かつては NHK 放送博物館の1台しか現存しないとも言われていたが、2010年代に入り、相次いで存在が確認されている。 最近では2009年4月 NHK にて新たな2インチ収録のビデオテープが発見され前述の SV-7400 型で再生を試みたところ機器の老朽化のために再生ができなかったというこのため一時日本では2インチ VTR が再生可能な環境が失われていたちなみに このビデオデッキにて再生が成功した最後の番組は下記に記されている若さとリズムであり、再生は2006。この再生されたテープは D3VTR のデジタル VTR にコピーし、修復され2007年1月14日に総合テレビ NHK アーカイブスで放送された。2014年に日本大学芸術学部放送学科教授落合健一により、 同大学の倉庫に保管されていた SV-7800 型1台を部品の再組み立ての上再生可能な状態にまで修復された。2014年現在はこの1台が日本国内で唯一2インチ VTR を再生可能な環境となっている。アンペックス製の2インチ VTR は東京テレビセンター所有の AVR-3 などの存在が確認されている。 日本国内にもまだ数台が現存すると推測されるが稼働可能な状況にあるかどうかは不明である。なお、東京都墨田区のレトロエンタープライズが海外送りにてダビング作業を行っている。これらの事情から以下に掲げるのをはじめ、日本で2インチ VTR にて収録された番組作品は全て1インチ、有機核、ベータカム等のアナログ VTR。 D2D3D5 デジタルベータカム等のデジタル VR、ルートザドカム等のデジタルストレージにダビングされたものが現在放送用等の再生に使われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。